ズバッドレッドしおみです。ネット上を見てるとですね、パスタですね、乾麺を水に浸しておくとですね、なんと生パスタのようになると言われてます。本当かどうかですね、今日試してみたいと思います。それではやってみます。はい、普通のこういうママのパスタです。普通の乾麺ですね。これを浸してみたいと思います。ではお水を入れてみます。じゃあこのまま1時間ぐらい置いておこうと思います。はい、水につけてからですね、1時間が経ちました。すごいっすね。真っ白、白くなってます。ちょっと指でつまんでみたいと思います。ふにゃふにゃです。指でもうちぎれそうな感じですね。ほら、こんな感じで、ネットによれば1分半ぐらい、湯がけば麺は完成するということです。じゃあちょっと作ってこようと思います。はい、湯がいてるとですね、白かった麺がなんか黄色みが回復してきます。楽しいですね。茹で上がりました。わずか沸騰して2分足らずっていう感じですね。ちょっとつまみ食いしてみましたが、もちもち感がすごいあります。はい、作り置きをしていたソースをかけてきました。これを食べてみたいと思います。じゃあいただきます。うん、すごい生麺感覚になりますね。うん、ちょっとした手間でいい感じです。これはポイントも何もありません。麺を1時間水につけておくだけ。それでこんな違うんだったら試してみる価値はあります。ということで、乾麺を1時間水に浸すと生麺っぽくなるっていう動画でした。それじゃあ皆さん、またね。バイバーイ。